よし、来たな。遅刻もなし。あそこはゾラ・マグダラオスを海に導いた場所ですね。そうだ。さあ行くぞ。こっちだ。おっと、遅くなったな。俺が調査団の大団長だ。まあ、采配のほとんどをあいつに任せて好き勝手やっている。俺はとあるモンスターを追っていてな、偶然この先の場所を見つけたんだ。とあるモンスターとは？ネル・ギガンテだ。ゾラ・マグダラオスが海に消えた後、ネル・ギガンテも姿を消した。俺は奴の痕跡を追ってこの道を発見したんだ。ここはマグダラオスの影響でできた大地の隙間のようなものだろうな。ネル・ギガンテは今どこに？おそらくこの先にいる。よし、すごい地脈の流れが。なんだか体中がざわざわしています。そもそも地脈には膨大なエネルギーが満ちているからな。お前たちが相手した手強いモンスターと、あいつらはこの先からやってきたんだろう。この先に何が？マグダラオスを追った調査団、奴を狙ったネル・ギガンテ、マグダラオスの訪れによって新大陸の何かが動き始めた。覚悟はいいな。ことが進み出したら泣いても笑ってもあとは終わらせるだけだ。はい。この先だ。行きましょう。すごいよな。はい、ここにはさっきの結晶がゴロゴロしてやがるんだ。
あんなに大きなものまで一体どうやって。そいつは分からんが、あれの影響か。ここは命のエネルギーに満ちている。そのせいであらゆるモンスターどもがやたらと強い。大団長、ずっと気になっていたことがあります。どうした？ゾラマグダラオスはどうして谷で眠らず回廊に迷い込んだんでしょうか。もしかしてこの地に惹かれて。どうだろうな。だが手がかりはあるぞ。ネルギガンテだ。ネルギガンテはいつもマグダラオスと共に現れました。その彼がここに来たのも何か理由があるのかもしれません。やつだけじゃない。強いモンスターがこの地に集まり救っていることも確かだ。まずはそいつらの痕跡をたどれ。ここで何が起こっているのかを探り出すぞ。はい。そうと決まれば早速準備だ。準備はいいか。おっしゃ。気合、そういうことだ。とにかく走って探して狩れ。ありました。ネルギガンテの痕跡です。禁物です。放置しておくと爆発してしまいますよ。
この暑さ、体力を消耗してしまいます。こんな時はクーラードリンクが有効ですよ。ここにもネルギガンテの痕跡がありますね。いい調子です。
いざ。
さあ。
Thank you.